えどういういにななるのかな、えー、そして貞子と共演ができる私ももちろん映画拝見させていただいておりましたんで、えー、この貞子を歌舞伎にするってことえ僕は貞子をやらせていただけるのかなと思ったらでも考えたら貞子って女性 <laughs> 関係ないのかなと思ってでも、えー、いろいろこう話が進,進んでいくにつれ皿、えー、屋敷ですね どちらかというと番宗皿屋敷番長皿屋敷のあ元になったものなんですけれども番宗皿屋敷とこの貞子がコラボという感じなんですねそしてこの狩り散らしなんですけれども見ていただいたら分かると思うんですけど私が青山鉄んまた悪いやつですね務めさせていただきます全力でかぶいて盛り上げていきたいそしてこの作品も五右衛門と同じように1回そして再演2回3回5回 えー、そしてやはり全世界で知ってくださってる貞子でございますから、えー、この貞子も、えー、できれば海外公演をと、えー、夢の話ばっかりしておるのでございますがまずは、えー、この10月の松竹座無事、えー、初日迎え千秋楽まで務めさせていただきみんなで盛り上げそして えー、その、えー、25日先集落そしてその3日後10月28日には貞子の映画これもロードショーでございますとも、えー、に盛り上げていきたいと思いますのでどうぞ皆様よろしくお願いいたしますえっとそうですね、えー、ちゃんと絡みはあるように作っております、えー、現代の、えー、人のパートその通りでございます、えー、最初いろいろ,いろ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 考えたんですけれどもやっぱりう 現代人と過去の人を2役ってなかなか難しいのでやはり翼さんあの現代の方で、えー、言っていただきたいなと思いましたしそのようにもなっておりますし、えー、どのぐらいの割合でそうですね四六時中絡んでるってことはないんですけれども大事な要所要所でポイントで必ず絡まれてます、はい、お会いした時からとても熱い方で情熱的な方で真面目ですね はい、とにかく真面目っていう、うん、印象ですね、これは何て言えばいいのかな、例えばお芝居を見に来てくださって、その後その感想をすごく熱く伝えてくださったりとか、えー、本当に人の目を見てまっすぐしゃべる方っていうんですか、まっすぐな人っていうイメージがありますね。 すごくそういう意味では、えー、私は楽しみにしておりますしあの自由にやっていただけたらなとうん思います。